とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日もですねマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね走り抜けチャレンジいきます。もうなんだろうね、ミッションのデイリーチャレンジ、これはねもう難易度が上がりすぎてて走り抜ける以外無理、むしろ走り抜けるのすら無理なところが多いから。で、ここはね、意外といけそう。初期 HP が1に固定。まあ、これはちょっときついかもしんないけども、死ななければいいっていう話。で、攻撃しないから、プレイヤーのエンチャントは関係なし。で、モブが変更を持ってるけども、攻撃しないから、全く大丈夫。だね。で、報酬はユニーク装備がほぼほぼ出るので、いいね。で、デイリーチャレンジの武器ってめちゃいいのよ。これ昨日出たやつだけど、170の武器なのよ。パワー170。めちゃくちゃ高いよね。なので絶対ね、デイリーミッションはクリアしていきたいところなの。はい。まあ、いけるでしょう。行こう。まあ、ここはね、難易度が上がっても全然クリアしていけてた場所だから、大丈夫。うん、全然。ライフ1でもいけるんじゃない？ちょっときつい奴らも多いけど、もうほぼほぼエンチャントの敵じゃん。舐めてんのこれ本当に。ほぼエンチャントの敵しかいないし。ちょっと待って、重力はやめて。いけ。問題は、あれだな。ここが、あーダメだ。うん。戦闘しなくていいところじゃないと、無理だよ。勝てないもん。ちょっと待って。極力やるだけやってみようか。よし、OK。ここでなんとか。無理か？前俺ここでやってたんだけどな。あ、OK、OK。届かねえ。え、なんで、トゲかい？トゲがついてるやん。いや、きつい、きつい、これはきつい。いやもういざ戦闘ってなるとほぼほぼ無理ゲーだもんねこれ。違う、来た、ようやく来たけども一回失敗すれば終わりだな。まあ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 、あまり緊張せずにいきます。よっと、いけ、よっしゃー、来たー、来た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 。でもここ出たところに敵が2匹ぐらい多分待ってるのよ。そこでも死ぬわけにはいかないからね。あ、しっかり回復していこう。うん、ダメージをちょっと受けても大丈夫なように、回復を入れてから挑戦しようか。あれ、俺回復、あ、トーテムあった、あったあった。よし、重力帯電がついてたとしても全然いけるやろ。あ、むしろ、いかんかった。大丈夫だった。OK, OK, OK。あとはここを乗り越えて終わりだ。よっしゃ。いやー、ここのもう一個の場所が、戦闘なしでいける場所って、なかなか出ないのね。確率2分の1かと思いきや、全然そんなことない。6回ぐらいやったわ。よし。よかったー。まあ、ここは何も出ないにしても、大丈夫だよ。クリア報酬だもん。欲しいのは。何が出てくる？ここでちょっとなんかすっげーの出てほしいな。ものすごいのが欲しい。昨日はちょっとね、微妙な武器だったけども、今日はいいのが出てくれるんじゃない？これ。頼むよ。結構苦労したんだからね。いいの出てくれ。できれば、そうね、何がいいだろう。何が欲しいか。あ、そうだ。斧がいいね。うん。ワールウィンドでも、もう一個の呪われた方でもいいんで、それがいいか。うん、まあまあまあ、とりあえず見てみましょう。なんだ？
談でしょ、冗談でしょ。172のノーマル品が出た。いらねえ。ここほぼほぼユニークのはずでしょ。まさかだよ。いや全然いらないしこれ。あーかまー、いやうん、まああったとしても、そうか、エンチャントは微妙だな。いや全然良くない。何これ。はい、まあ、とりあえず今日はデイリーミッション走り抜けチャレンジやってみたんだけど、報酬微妙。今日は運が悪い。報酬も悪いし、あの2分の1の敵と戦わなくていい場所もなかなか出なかったんで、今日はダメだな。はい、まあまた明日6時にミッションが更新されるので、まあ行けそうなところを走り抜けたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。